久保さん、VHS と、この、ベターマックスですか、ベータ。ね。これね、日はまた昇るっていう、ちょっとタイトルにしようかなと思うんですけど、これね、めちゃめちゃいい映画ですね。これ一度は見、見、るべき映画だと思います。このね、VHS をね、まあその映画が、まあその、うん、一応その再現してる感じだと思うんですけど、 ま、どういうふうに VHS が開発されたかっていうと、まあ、結論ね、あの, <laughs> あの、雑草なんですよ。その、なんだ、窓際族集めたぞみたいな部署なんですよね。そう、窓際族集めたぞ的な部署で、この開発していくんですけど、めちゃめちゃね、その物語がね、すごいですね。 でね、当時巨頭ですよね。ソニーの作ったね。このベータ、ベータね。それに打ち勝つっていうね。弱小ビクターがね。<laughs> そう。だビクターっていうのは、この、なんだろうな。VHS のこの、なんだあー、この、なんだ、ビデオ企画で、その名乗りを上げた。 本当ね、ソニーとビクターって、ビクターって何の会社やねんみたいな、多分かなりの差があったはずなんですよね。だけど、その VHS の,の企画を取って、一気にこの世界にねな、名を上げたっていう、このね、裏、裏方、裏のね、裏の話がこの映画に超詰まってるんで、これはマジで見てほしいですね。で、この映画から何が学べるのかっていうと、結局、どんな環境でも、 どんな状態でも、結局その、まあ、情熱、俺たちはこれをやるんだっていうね。僕、だから映画の最後泣いちゃいましたからね。その、その、あの、このね、主人公の、あのね、やっぱねこし、俳優さんもいいっすね。俳優さんもめちゃめちゃいいんですけど、そう。俳優さんいいっすよね。渡辺さんとこの、なんだ、この主人公のに西田さんだったっけな。 これめっっちゃいいっすよね <laughs> 俳優陣もいいんすけどね、うん。で、松下幸之助さんも出てきますからね。そう。あのね、あの、まあ、パ今パナソニックですけど、ナショナルの、その、ビクターのね、ビクターの、ビクターの、その、誰も、アポイントも取っ,ってないんですけど、松下幸之助さんに、もう、ノーアポでね、すいません、みたいなね。で、こう、な,なんとかこう、お願いします、みたいな。ちょっと話だけ聞いてある、みたいなね。 もうこれはええやないか、つってね。あの、ナショナルにね、とり、あの、VHS の子をおろして。で、ナショナルが、なんだ、VHS 入れた、みたいなね。そうパナソニック、まあ、今、パナソニックですけど。いやー、いい話ですね。まあ、一番大事なんてね、僕情熱、なんか、ここ行くぞっていうね。なんか、その、すげえ、燃え、燃えるような魂っていうか、なんかそういうのが、 大事なんじゃないかなと。だから、内から出る炎ですね。久保さん、内から出る炎で。いってらっしゃい。